にちは、トラスト企画のうちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。なんか今日はですね、こうパーツがいっぱい並んでるんですけど、いろんなメーカーのこれブレーキパッドと、あとこれエアクリーナーですかね、エアクリーナーとこっちにアペックスの箱もあるんですけど、これはこれ何なんですかね、これ今日並んでるこれは。これ、はい、これはね、実はね、EC サイトで購入してもらったお客さんに、はい、落札したのを発送して、はい、やっちまったぜで戻ってきた商品です。あー、なるほどですね。あの、はい、トラスト企画のやっちまったぜ保険保証。そうですね、はいはい、多分ね、最近 YouTube ご覧になってるお客さんもしかしたら分かんないかもしれないんですけど、あのトラスト企画にはやっちまったぜ保証っていう素晴らしいシステムがあって、うんうん、あの買った商品ね、例えば自分の車に取り付けてみたら、うん、型が違ったとか、うんうん、そういうところで、うん、あの EC サイトって大体返品できないことが多いと思うんですけど、できないね、できないですよね、うん、で返金も受け付けてくれないみたいな、まあ、オークションだったらそうだと思うんですけど、適温確認しないあなたのせいよ、はい、みたいな感じ。そうそうそう、事前に確認してないお客さんのせいでスッて乗ってもダメになっちゃうんですけど、トラスト企画の場合は、うん、こういう新品のパーツでも、うん、あのもしね、本当にそれこそ、うん、適合やっちまったぜってなったら返品可能ってことですよね。そう、はい、うん、これ実はあのもっと詳しくね、うん、あのやっちまったぜ保証について、うん、みーくんがお話ししていただいてる動画も、うん、YouTube に別にあるんで、よかったら概要欄貼っておくんで見てください、うんうん、はい。まあ、そうだね、あのこういう商品も、はい、まあ、開けると分かるんですけど、こんな感じなんですね、はい、まあ、ほとんど未使用ですよね、本当、適合、うん、まあ、開けて、なんだろう、こう つけたらつかなかったみたいな感じ、うんうんうん、まあ、適合間違ってないからね、お客さんがそもそもそうですねそうそうそう、つかないよ、まあ、みたいな感じ、まあ、よく見ていただいてってことですけど、つかないよ、うん、まあ、まあ、どうしても焦って買っちゃうとね、そうそうそう、間違っちゃう時もあると思う、急いでる時とか、そうそうそう、まあ、特にね、改造車とか乗ってる方はね、はい、特にあのブレーキのキャリパーが純正のキャリパーじゃない可能性があるんですよ。うん、だから僕の車はシルビアなんですけどっつって、シルビア あのパッドを買ったとしても、うんうん、実はスカイラインが付いてたりとかもするわけですよ、ね、いやいや、あのGTR のブレンボが付いてたらみたいなね、そうそうそう、ミサイルとか、あの左右違うキャリパー付いてる、まあ、まあ、いろいろ、まあ日産の場合はまだ流用がある程度効くん で、ね、まだあれなんだけど、ね、あの普通の車だとやっぱ車種によってもう形がまるで違ったりとかするんで、うんうんうん、あと前期と後期で違ったりとか平気でするんで、あの間違っちゃう、ね、そうですね、買ったお客さんって基本的にはだいたい泣き寝入りするパターンが多いんですよね、はい、で、まあ、そういうのをうちの場合はこうやっちまったぜ保証で、うん、あの新しいもの、適合するものをちゃんとお送りするようにしてます、うん、すごい、めちゃくちゃ良心的ですね、うん、で大体、まあ、中古品だったら、うん、こうなんだろう、返品してもこう例えばまたこう出品したりとかできると思うんですけど、うんうん、例えばこういう新品って箱も開けちゃうじゃないですか、うん、こういう風に、うん、でこれももうテープ取られちゃったりとかして、うん、ね、さっきね、伝票とかも、そうそうそう、ブレーキパッドとかはもう一回開けてるんで中の袋とかもね開けちゃうと思うんですけど、うん、こういうものって、うん、例えば今までってどうしてたんですか。まあ、あの実際、はい、あのそんなに数で戻ってきたりとか実はしてないんですよ、うん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 、そう、あの大量に戻ってきたりとかはしてないです。はい、はい、まあ、一応お客さんもまあ、ね、あの車のパーツは知ってるの で、ね、ある程度は、うん、あの戻ってきたいんですけど、やっぱりこ う、はい、こういう汎用性のパーツを買ってしまった場合、うんうん、あの一般車特に多いんですけど、はい、車知らない人がたくさんいる、うんうん、そうすると自分が例えばなんていう車だみたいな感じでやったとしても、はい、もう年式で変わってきたりとかするんで、そうですね、で、これはですね、実はこの後、今まではちょっと貯めといたんですけど、はい、まあ、貯めといてもしょうがないので、ヤフーショッピングっていうサイトがあるんですけど、あります、ね、まあ、それ のうちのサイト、いわゆる2号店っていうところを見てもらうと分かるんですけど、うんうん、はい、ちょっと今お見せしますね。こちらのそのヤフーショッピングのサイトのアウトレットっていうのがあると思います。こちらですね。うん、はい、うん。そこに出品される予定です。おー、すごい。うん、だからこういう例えば戻ってきちゃった商品は
まあ、当然同じ値段では販売できないので、まあ当然まあ未使用なんだけど、まあ未使用だったり、あとは一回取り付けしちゃったものとかあるので、まあその時のその時のコンディションによって、まあ、値段は変わってくると思うんですけど、まあ格安で新品同様の商品を買える。まあ、自分たちはこれ基本的にもう戻ってきた商品っていうのは一度でも開封したものに関しては中古としてしか受け付けてないので、まあ中古として販売する形になります。そうですね、箱とかもこういう剥がれとか出ちゃいますからね。うちこれこのまま発送してるわけじゃないんですよ。これこうね、で帰ってくるときここに伝票貼られちゃうんですよ。うちのあれじゃ伝票じゃないんですよ。伝票貼ってますからね。確かに、まあ、一般の人はね、まあ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 、うん、これでも送れるけどね、はい、ここにベダーって貼っちゃうからね。もうどうにもなる。そうですね。そういうのもありしっかり梱包してもう箱まで入れたりとかして発送してるんですけど、帰ってくときはこの状態なんですよ。めちゃくちゃ綺麗に梱包してし直してくれたら私に見としてなぜかそういうのもあるかもしれないですけど、基本的にはもうこういうグダグダになっちゃったけど、はい、箱も商品なので、じゃあもう箱も商品だから箱が潰れてたりとしても実はそれはクレームとして受け付けてるんですよ、箱が潰れてても中身は全く問題なくても箱が潰れてても、これですね、箱の辺とかもね、そうこういう風に箱が潰れてますって書いてくる時もあるんですよ、そういうのを受け付けますね。箱潰れて中身は全く問題ないんですよ、開けて、ね、取り付けたらこの箱ってポイって捨てちゃうんですけど、まあ、箱が潰れてる、これでももうアウトレット、これもアウトレットになっちゃう、はい、そうですね、はい、あとねこっちのアペックスのねこれパワー FC なんですけど、これ新品お客さんの車に販売したら、車がエンジンブローしてしまったらしく取り付けたら取り付けたら絶対そんなつけたくない、でこのパワー FC が壊れてるというふうにそのせいで、つけてすぐブローしたということがありまして、つけたら壊れたということで、それはおかしいでしょうと、まあ、うちもそうですし、アペックスのメーカーもそうなんですけど、まあ、そんなはずはないよ、じゃあ一旦戻してもらって、違う車ノーマルの車に装着して、実際取り付けして何ら問題ないと。これ自体が他の車につけても、特に、まあ、うちの車だとやっぱチューンドカーが多いので、そうですね、セッティングとかいろいろあるので、やっぱノーマルで検証しましょうということで、まあ、アペックスと協力アペックスの人に協力してもらって、取り付けさせてもらって、まあ、実際動かしてみて、まあ、全く問題ない。で通常であればもうね、いろいろこう問題が発生するんですけど、そうですよね、それでもキャンセル可能です。だいたい商品の中身に問題なければキャンセルできないですからね、その買った方の責任ですよ ね、まあ、そうですね、 この商品には問題ないですっていう実はアペックスの墨付きがついてるんですけど、もうすごい実証されてますもんね、それでもキャンセルを受け付けます。素晴らしい、本当に、まあ、でもブローしちゃってるから実際いらないから返したいっていうのあるんだけど、まあそうですねそれはまあそのこれは特別な例ですけどね結構ねそうそうそう、つけたらブローはなかなかないですけど、これも実際は、まあうちでも検証は当然するし、販売はしていく予定ではあります。ただ、そういう状況のものですよっていう説明はさせてもらいます。そうですね、これをつけたからって壊れることは絶対にないです、確認してますんで、まあ、そういうフロー、まあ、そういう不具合とかに関しても、まあ、対応しますよ、なのでね、本当にやっちまったっていう人がいるんですよ、教えてください。なんかすごい史上最強のやっちまった史上最強ってことじゃないんですけど、なんだろう、ECV とかってあるじゃないですか。ありますね、アペックス の、 そうそう、マフラーの音量変えるやつですね、これ、はい、こう引っ張ってこう、なんか排気 の、 そうです、ね、そう、バルブ変えるやつ、ねECV ってやつかな、 EVC じゃないですよ、 EVC じゃない、 ECV でね、アペックス、これこう引っ張るとここがこう動いてね、そうですね、ここ動くやつが、ありますね。これはね、長さが2メートルのやつなんですけど、他のねメートル長さがね、やっぱ車種によってそうですね、長さが違うので、まあ短いというのも受け付けます、まあ、よく見てから買ってくださいってことですけどね、まあ、お客さん的には種類があると思ってなかった、全部もう種類しかないと思ってたんですよ、他のメートルのセッティングが、長さがいろいろあるんですけど、このサイズしかないと思って買ったんだけど、
自分のサイズに合わない。うん、大丈夫です。落としてください。送料も無料ですもんね。そう、希望する、長さのものを発送させてもらいます。めちゃくちゃいい会社ですね。はい、あとでもっと大変なのは、これだけじゃない。これね、同じものなんだけど、ドラえもんみたいな。何でも出てくる。これ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 。なんかまた同じもの出てきた。あれなんか似たような。そうそうそう、これもまた石部ですね。そうそうそう、はい。お客さんこれつけたんですよ。うん、これ。はい、ね、つけて、うん、ルンルンでこう動かしてて、うんうんうん、ね、そしたら、はい、取り付けの仕方が悪かったんですね、はい、マフラーに触っちゃってあ溶けちゃった、え、まさかこれもそうそうそう溶けちゃった、はい、溶けちゃったんです、でマフラーに触っちゃって溶けちゃったんですとかっていう話だったのね、はい、うん、それはだってね、返品できますかって言うからできますよっていう意味が分かんないですけどいやいやほら、あの自分で壊しちゃったものも、はい、あの返品できるんですよ、でもそうなんですか、そうそうそう、買った後でもですか、そう買った後でも確かにステッカーとかの返品とかもステッカーをね貼り方間違っちゃって斜めになっちゃったとかって言って、はい、ありましたね、貼ろうと思ったんだけど斜めに貼っちゃったとか、はい、キャンセルできますかってできますよだってもう明らか破損じゃないですかこれこれはこれはお客さんが、まあ、間違っちゃったのね、うん、まあ、そうですね、うん、そうそう、取り付け方をちゃんとこうね、はい、マフラーのこう、ね、ソーシャルディスタンスすればよかったんですけどマフラーのソーシャルディスタンスそうそう、それはできなかった、なるほどね、密になっちゃった、密で熱が、マフラーの密になっちゃっただからね、あのこうとろけちゃった、なるほどねこれはもう売り物にならないんですけど、はい、これは、まあ、こういうのでも対応可能ってことですか、そうそうそう、すげえな、そうそう、あのね、うちってあの激安店じゃないんですよ実は、うんうん、で皆さん知ってるところだと思いますよ、良心価格で販売させてもらってるんで、はい、本当にやっぱでもその分あのこういう風にちょっとミスっちゃったりとか自分でその間違っちゃったりとかした時に、うん、あの対応はきちんとさせてもらってる、安心して購入してもらえるっていうのが売りですね、うん、そうですよね、はい、結構中古パーツ買ってきて、はい、合わせたら本当に合わなかったけど、うん、もうつけちゃったから中古の値段でしか売れないみたいな、うん、だいたいそういうところだと思うんですよ、うん、いやキャンセルするところってうち以外にない、いやないないですないないない、絶対ない絶対ない、いやまあ、 あの EC サイト上 ね、 そうですね、 EC サイト上で、はい、こういうさっきのアプリスの ECV とかで、うん、取り付けて自分で壊しちゃったんだけど、うん、キャンセルできます。そんなの自分のせいでしょって話ですよ。洋服も着て破けたから返品したいとかできないですもんね。それと一緒だね。サイズ違いならまだギリ。サイズ違いだったら返せるけど、うん、そう、うん、着たら破けたんで。破けちゃったんですけど、小さい服着ちゃ破けちゃったんですね。それと一緒ですもんね、さっきの。返品可です。すごいな、だってうちらに全く非がない場合だってあるじゃないですか、はい、このお客さんで。お客さんが 100% 悪い時であったとしても返品可能。返品可能です。すごいな、はい、もう、はい、これ以上いい会社ないです。パーツ買うところで。手厚すぎる。手厚すぎ。まあなんですけど、うん、まあ、今回ねアウトレットのこう商品をね、うん、あの紹介して、うん、まあ、これからアウトレットのこちらのヤフーショッピング2号店の、うん、アウトレットのところで売るよって言ってるんですけど。うん、皆さんが気になるのはやっぱ値段なんですよ。値段？値段。アウトレットになってどれぐらい安くなるかなっていう、ね、トラスト企画のアウトレット価格。同じだったら売れないでしょ。いやもちろんそうなんですけど、まあそのどれぐらい。ちょっとだけ安かったら売れないんじゃない？うん、まあ、ある程度おおみたいな。いやほらやっぱ皆さんほらあの桃の時のサイコロのね記憶があると思うんで。ではマイルド的な。マイルド。またあのペラってめくって10万とかなってるんじゃないかと思ってまたサイコロで決めるんですかね、サイコロで決めるのかなみたいな、ないないない、ないちゃんとあのああ安いなっていうような価格帯で販売させてもらいます、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、まずね一番最初ここ見た方がいいですよ、うんね、あもし探してる部品とかがあった場合は、そうそうそう、まずはヤフーショッピング、うんうん、で検索してもらって、このアウトレットのところを検索してもらって、うんうん、でそれでなかったらヤフーショッピングの中で、そうですね、うん、このつく日の日にポイントがたくさんつく、ポイントたまる時に重要重要落札した、はい、してもらってね、なるほど、はい、うん、で、ショッピングの方にもないもの、ショッピングにないものってあるんですよ実はまだ、うんうんうん、まあ続々出してるんですけど、うん、まあその場合はヤフオクの方で落札してもらう、うんうん、まあ、当然あのヤフーショッピングの方ってあの新品しか出してないんで、うん、まあ、中古の方もあの中古の方はあのヤフオクの方で出品させてもらってるんで、
ヤフオクの方で購入していただく形になります。で、中古のものも八街で保証聞きますから。まあ、新品で聞くのは分かりますけど、中古でもできるのが本当にすごいと思う。でこれなの5点、あのトラスト企画のヤフーショッピングの5点って3個あるんですけど、うん、メインが2号店ってなってるんですけど、うん、これなんか意味あるんですか。普通1号店がメインのような気がするんですけどまあ1作ってから2、3っていくんだけど、ね、そうですよね。なぜか2作ってから1、3っていくなんかそれは理由があったんですか。それはそこの偉い人に聞いてください。はい、あのそこの偉い人にちょっと説明してもらっちゃおうか。説明お願いします。出演料かかっちゃうんで、はい、説明お願いします。気になりますね、なんで2号店ができた後に1、2ができたのか。1、3ね。いや、1、3、そうだ、1、3そうだ、1、3ですね。はい、うん、はい、うん、なんでですか。間違えちゃったんです。間違えちゃったんですか。はい、間違えて2号店を先に作っちゃった。作っちゃった。なるほどね。はい、じゃあしょうがないですね。そうですね。っていうのは冗談。冗談で。間違ってないですよ。実はヤフオクで中古を出してるんですけど、ヤフーオークションの2号店、ヤフーオークションとショッピングを連携して出品できるっていうシステムが、今後始まるっていうことになったんですね。で、ヤフーオークションの2号店にうちは一番商品を出品しているので、一番多い店舗と現在最初にできていたショッピングを連携しようということで2号店から作り始めました。なるほどですね。もともとあったこう商品の数があったところが2号店だったって、うん、2号店が一番多かったってことね。一番多かった、ね、はい、なるほどね。ちゃんと理由はあった。理由あります。間違ってないです、はい、じゃあとりあえずじゃあヤフーショッピングとヤフーショッピングの1号店とヤフオクの1号店が連動する形になる、うん、そうです。でショッピングの2号店とヤフオクの2号店が連 連動でヤフーショッピングの3号店とショッピングが連動っていうことは、3号店はスカイライン専門になるってことですか。今後ですね、きっとね。あ、違います。あ、中古ね。あ、中古、中古バー、中古はスカイラインがショッピング3号店で出てきます、うん、あ、新品に関してはいろんな種種が出てます。あ、なるほどね、はいはい、あ、じゃあヤフーショッピングの方でも中古の部品買えるようになるっていうことです。そういうことです。おお、うん、まあまだまだですけどね。まあミクがね、5出したら、そうそう、あの一応ねヤフーオクの担当の人間とかと話はしてるんです。ヤフーショッピングの担当とも、はい、なんかね連携がね面倒です。ヤフオクの聞いてる佐藤君。やばい、もう名指し言っちゃってる。面倒くさいんだよ。なんとかしてよ。じゃあまあ今後はもっと EC サイトの方でもこう販売できるものが広がっていくみたいなね、うん、ところだと思うんで、うん、あの視聴者の皆さんもぜひね、うん、さっき言ったアウトレットだけではなくて、うん、1号店の方も2号店の通常のね、うん、新品の方も3号店のスカイライン系のパーツも、うん、ご覧いただければなと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、はい、じゃあまあパーツ紹介してきたんですけど、うん、まあね、本当素晴らしい八街保証っていう制度があるんで、うん、まあ、トラスト企画では本当安心してねパーツご購入いただけるんですけど、うん、まあ、やっぱり一番はないのが望ましいですよね。まあそうですね。そうですよね、はい、まあ、しっかり事前に調べてやっていただいた方が、うん、まあ、お客さんもすぐ取り付けれる、うん、手間もね一回で済むだろうし、ね、そうじゃなくて、はい、とりあえず自分でそのパーツが自分の車に付くかどうか判断するんじゃなくて、はい、うちにはちゃんと適合確認できちんとした商品を、ね、あの選択する人間がいますから。素晴らしい。あ、もうこっちで聞いてやってくれるんですか。そうそう、もうあのとりあえずあの適合確認はこっちでします。そうです、トラスト客の必要最低限な情報をいただいて、そう、必要最低限の情報をいただければこちらで調べて、であなたの車に付くものを送ります。素晴らしい、はい、優しいですね。必ず分かんない、どうしようかなと思ったら、うん、とりあえずあの適合確認してください。そうですね、気軽に適合確認は、適合確認してる、適合確認をする人はほぼ間違ってないんですけど、大体この辺を来ちゃった人たちってほぼ適合確認してません。自分の車に、まあ、勝手に判断して自分の車に付くだろうみたいな感じで買っちゃってる人がこういう風になって、結局ね損なんだよね。そうですよね、届いてさ、うん、ルンルンしてさ、つけようと思ったらつかないじゃん。
で途中まで外しちゃったりとかすると、うん、あそうですね、まあ、ブレーキだったらそうですよね、そうそう確かに二度手間になっちゃうじゃない、うんうん、そうですね、だから送り返したりね、送り返したりとしてまた次の商品送ったりとかしてて、うん、まあうちも損だけど結局買ったお客さんも損になっちゃうから、うん、そうですね、そう必ずね、分かんない時は適用を確認してね、僕、君、よろしくお願いします、君、君、特に、ね、そこの君ですね、そこの君、そこの君、ね、適用を確認してください、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、であとこういう商品に関しては、まあ、月にね、一回僕とみーくんで、うん、この中から、うん、おすすめパーツ、ああお得なパーツをピックアップして皆さんにおすすめだよってお伝えする動画をね、月1本お作りしたいと思いますので、うんうん、まあ個人的には面白返品がある、あ面白返品面白エピソードがある、はい、面白返品してみたい、そうですね、まあ、面白9割面白返品したいからって買っちゃダメだよもしかしたらいるかもしれないですよそう俺が買ったやつネタになってると思ってあれ俺のだってそう、そういうのダメだよね、まあ、でも本当にすごい理由のやつもたまにありますからね、あるある本当に絶対つかないのにそうそうそう、無理やりつけようと思ってつかないみたいなまあそんなところもね、面白おかしく紹介できればなと思いますので、毎月ご期待してください。では今回の動画は以上となります。ありがとうございました。また会いましょう。